今日先発の大貫、その立ち上がり、今日復帰のビシエドでしたが、最初の打席ピンチの場面でセンターフライ、初回のピンチ脱出。一方の大野雄大です。立ち上がりランナーがいない状況、オースティンはショートゴロ、3人で片付けました。そして2回です。ワンアウトランナーなしで5番の牧は高めのボール三振。この回も大野が3人で抑えます。中盤に入って4回、ワンアウトランナー1塁、高橋周平、真ん中付近でしたがセカンドゴロ、ダブルプレイ。大貫リズムよくアウトを重ねます。その裏、大きなチャンス、三塁一塁、ワンアウト。そして佐野、打球強かったんですがファーストライナー、ヒットにはなりませんでした。そして5番の牧、インサイド見逃し三振でスリーアウト、先制ならず。試合後半、さらには終盤に入って7回です。ドラゴンズが三塁一塁、まずは木下、低めのボール、ワンアウトの後木下倒れて、これで2アウトで、そのまま大野が打席に行って、最後は速いボールでセカンドゴロ。この回はノーアウト三塁一塁、ドラゴンズ得点ならず。踏ん張ったオルキ。そしてその裏、7回の裏、4番の佐野、詰まりながらライトに運んでいきます。ワンアウトランナー一塁、その後ツーアウトになって外、三振でスリーアウト。こちらも得点がありませんでした。大野も素晴らしい投球が続きました。8回です。この回から継投、山崎康明、ランナーが出て今日もスタメン福留、バットの先、ベースを踏んで大和、判断よくダブルプレイ。その裏、大野は8回も行きました。ベイスターズは7、8、9と3人続けて代打、その策も実りませんでした。0対0で9回、9回は三島、2アウトの後福田、サードゴロ、これでベイスターズ負けはなくなりました。そして9回、ドラゴンズは大野に代わってマルティネス、最後はオースティン三振で3アウト。3連戦の初戦、0対0、9回引き分けという試合になりました。